では始めたいと思います。皆さんこんばんは。ちょっとハウリングしてます。どうしよう。レクセ認講師弁理士の納富です。ちょっと全体的なその印象とか分析をじゃあちょっとお話をして、で具体的な問題の話をしようかなと思います。多分そこ聞きに来られたんじゃないかなと思うので、ちょっとその話をしますね。でまず、全体的な難易度なんですけども、今回はですね、リサーチに参加された方は、そのデータがね、そろそろ見れる時期になるんじゃないかなと思うんですが、平均点的には去年とほぼほぼ同じなんですよ。本当に1点未満ぐらいの違いなので、ほぼほぼ同じ状態なんですね。ということは、おそらくボーダーは39だろうというふうに思っています。で、全体でですね 50% 以上の正答率があった問題を、ピックアップすると、特実で20分の11で、意象法で10分の8で、商標法で10分の7で、条約で10分の6で、府庁で10分の8なんですね。で足すと40点になるんです。だから50点以上というのは、全受験生の半分、全受験生といってもレックのリサーチに参加されている方だから、一般的なその巷の受験生よりかは平均では高いと思うんで、そこはちょっとあれですけども、ただこの今回リサーチに参加されたそのレックに普段通われているであろう方たちですねの、半分に1人、半分の方たちが答えられる問題に対して、全部答えていけば40点になるという結果なんですよ。で大体こんな感じですね。その全体の半分以上の人たちが取れる問題っていうのを A ランクで、B、プラスぐらいな感じでレックはランク付けするので、なのでその難易度とかっていうのは年によって違えどですね、大体そんな感じなんですね。で、今回、その中でもですね、問題の傾向として特実に関してはうまく条文から結構作ってきてるなという印象があります。広く細かいところから出てるっていう問題はあんまりなくて、その基本的にはやっぱり条文からうまく作ってきてるなと。で条文を割と正確にちゃんと読んでる、さっきちょっとちらっと聞いた感じだと宮口先生何条っていう勉強じゃなくて項や号まで掘り下げてっていうのが必要だよって話をされてたんですけど、でまさしくその条文の細かさっていうところで言うと、きちんとやっぱり条文を読んでる、ざっくりとそのテキストベースでいわゆるその面っていうんですね、知識を面で捉えてその面の勉強だけをしていてはやっぱり取れなかったかなっていうのが特実ですね。で具体的にちょっと問題あげるので、問題番号あげますから、お家に帰ってちょっと自分がその問題解けてるかどうかっていうのを見てみてください。でもし今からあげる問題を落としている、間違っているんであれば、それは条文の読み込み、条文ベースの勉強がちょっと足りてなかったなっていうバロメーターになるので、まず特実で、傾向としては条文ベースで、ベースって書いちゃう、ベースで、読み込みが、必要だと考えられる問題ですね。でこれに関しては特実の当たり前だけど特実の4番の「い」に「ほ」、特実の10番の「に」、特実の13番の「は」、この辺りがちょっとそのバロメーターとなる顕著な問題かなと思います。でこの他にももちろん条文ベースで出てるんですよ。だけど、ちょっと正答率が高かったりとかする問題なので、おそらく、一般的にその条文の読み込みというところまで行ってなかったとしても、取れたのかなという、他はそういう問題ですから、
ちょっとこの辺りはキーになる枝かなと思うので、まあ、ご自身でまあちょっとお家に帰ってね見といてもらったらいいかなと思いますね。で、特実はなのでそういうちょっとこうなんていうんですかね、一つの枝の中に二つの節も入れてくるとかっていうちょっと長文化した問題とかもあったんですけども、まあ、それでもですね、まあ、条文からうまく作ってるかなというような印象でした。で、意匠法なんですけども、意匠法は問われ方がちょっとこう変わってるっていうんですかね、まあ、ちょっと後で具体的に見ていきますけども、問われ方で少し難があったかなっていう問題がありました。でも、まあ、10分の8って今言って、まあ、皆さんとしてはその10分の8って結構高いなと思われたかもしれないんですけど、去年はもうほぼほぼ全問だったんですよ、正答率のその高い問題が、うん、だからあんまりその難易度的には簡単だったわけじゃなくて、今年は逆に若干難しかったかなっていうのが意匠法なんですね。で、その今日はその正答率が極端に低い 20% 台の問題を2問ですね、ちょっと後で見ていこうと思うんですが、まあ、その中でもですね、ちょっと問われ方がちょっと引っ掛けっぽい感じの問われ方をしているので正答率が低かったのかなっていう問題が意匠法にはありました。で、商標法なんですけども、商標法はすごく顕著に特徴が出ていて、理解してるかなとまあ逆に言うと、その細かい条文の読み込みというよりも理解して解けてるかなっていうような系統の問題が結構あるんですね。あ、ではちょっと待ってください。意匠法でキーになる問題も入れときますね。意匠法でキーになる問題は、まあ、問われ方なんですけど意匠法の6番と7番ですね。で、6番は5の枝、あと7番の問題ですね。で、商標法は今言ったように理解を必要とすると、理解で解いていくっていうタイプの問題で、理解を前提とすると、逆に条文読み込めてないかどうかってことはあんまり関係なくて、理解を前提としてますよって問題が多くて、例えば商標法の、2番とか4番ですね、まあ、今日もちょっと見ていくんですけども、このあたりですねがちょっと間違ってるかどうかということをお家に帰って見てもらったらいいかなと思います。例えばね、防護の問題とかがあるんですけど、防護って確かに普通の商標法の規定を順用してるかどうか、まあ、除斥期間とかありましたよね、分割納付制度とかで、順用不順用ってやっぱり理由があるんですよね。で、いち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 全部それを順用してるのか順用してないのかって機械的に覚えていくってことは、まあ基本的に難しいわけですよ、うん、だからやっぱなんで順用してるのかしてないのかっていうことのやっぱり理屈で考えていくっていうことが、まあ、その暗記を助ける方法なので、で、商標は多分にそこが通用する科目なんですね。うん、ですから、まあそういうところでちょっと難易度の、ね、こう高い問題なんかを作っていくんですけども、解けたり解けなかったりするのはそのベースとなる理解のとこかなというふうに商標の方は分析しています。では今日その私がレジュメの中にピックアップしてきた問題っていうのは、全体的にその正答率が低かった問題なんですね。で、それをちょっと一緒に見ていこうかなと思っています。で、まあ、その中でじゃあそういう問題を解いていけるようになるためにどんな勉強がまあ必要なのかっていうこともちょっと含めてねお話をしていこうと思いますね。私の持ち時間は25分までなんだ、うん、まあ多少はいいでしょう。はい、では、まず特実の4番ですね、うん、で、この特実の4番は間違ってるものはいくつあるかって言っているんだけど、いくつどころか全部そうだったよっていう問題なんですね。だから正解は5番なんですよ。5つとも間違ってるって問題なんですよ。で、正答率なんでこれ低いのかなっていうことを今日ね実は講師室でちょっとお話をしてたんですよ、他の講師の先生とね。で、水道橋って
私のクラスの論文のゼミの先生がいたりとか、いろいろこう出入りがあるんですけど、で、なんでか分かんないと。で、4番じゃなくてね、商標の方でもう一問、商標の4番の問題も正しいものは全部で5番が正解なんですよ。7ページ、レジュメの7ページに掲載している4番の問題なんですけど、これも5番で正しいものは全部なんですよ。で、両方ともすごい正答率が低いんですね。で、なんでかなって言った時に、その先生が、いや全部が丸とか全部が×ってつけるのすごい勇気いるんで、で、一番間違いだとどこが間違っているかが違っていたとしても個数問題だったら合うん でみんなやっぱりちょっとビビって4とかにしがちなんじゃないですかねっていうふうにおっしゃったんですね。で、確かにそうなんですよ。この4番の特実の4番の問題って一番選んだのが多かったのはこれ4の枝の4つなんですよ。だからそういう、そうかと思って、やっぱり受験生の心理ですよね、そこがね。で、皆さんの中にもこれね、4つにしてどれかを丸にしたっていう方がいらっしゃるんじゃないかなというふうに思うんですけども、まずこれ、イの枝は、条文をちょっと、ベースにした問題で、願書に添付して特許庁長官に提出しなければならないとされる、明細書ですよね。明細書に何を記載しなきゃいけないのかっていうところの問題です。だからここはね、いわゆるなんていうのかな、条文ベースでいけると思いますし、で、特許請求の範囲は別書面ですから、そういうところでパッとね、×っていうふうに切れたと思うんですね。で、1個飛ばして葉の枝も新規制早々例外のところで、7月後っていうところでね、改正マターが出てるわけですけども、ただ、これも条文ベースに考えて意に反してですから手続きいりませんので、時期的要件さえ満たせば新訴令の適用は受けられると。で、なので見なされる場合はないだからこれは×なんですね。で、2の枝に関しては36条5項ですね。これ非常に特徴的な条文で、いわゆる、過不足なく、記載しましょうと、特許請求の範囲というのは過不足なく記載しましょうということなんですけども、これに関しては過不足なく記載できているかどうかはいわゆる発明者や出願人のみぞ知るところであって審査官判断できないので、当然拒絶理由等には該当しないんですよね。ですからこれは×ですよね。この辺はね、割と難易度的に低いんじゃないかなと、 E 派2に関してはパッパッパッと切れたんじゃないかなと思うんですね。で、穂の枝、これは最後の行のところなんですけども、外書のところでその約分の提出に関するものですよね。で、最終的にはこれいわゆる取り下げられたものとみなされたんだけども、ただ正当な理由があって出せなかったんであれば経済産業省令で定める期間内に限って約分提出できますよという条文で、最後の時期的性要件のところですねが間違っていて、この枝は×なんですよ。だからこの枝に関してはやっぱり条文ベースってことになるので、いと2とほっていうのは先ほどちょっと板書用紙に挙げたように、この辺はやっぱり条文をちゃんと読んでるかなっていうところだと思うんですね。で、飛ばしたろなんですね。これがちょっと割れもんというか、当日も割とこう議論した問題だったんですけども、まず特許を受ける権利を有する公の行為に起因して29条1項各号のいずれかに該当するに至った発明意があって、で、その意を知ったオツが意に改良を加えて発明論を刊行物に発表したんですね。で、その後その発明意が29条1項各号のいずれかに該当するに至った日から3月後に公がその発明について特許出願をしたと。で、この場合公は論を発表したことについて新規制早々例外に関する特許法30条2項の適用を受けられることがあるかという問題なんです。で、論を発表したことについてっていうふうに書いてるんだけど、その前に意を発表してますから、もちろんその意から3月後、意を、高知にしてから3月後に出願をしているということになりますので、ロを発表して、ロを発表してからのその時期的っていうところはその後ろなんだから時期的制限は問題ないんですよね。で、何をこれ聞いたのかなっていうところなんですが、まず、
改良発明炉をしたのはこれオツさんなんですよね。で確かにきっかけは胃が発表されてそれを知ったオツが改良を加えているので、なんとなくちょっとコウさん不憫だなって思うと思うんですが、でもこれ発明単位でそれを見ますから、発明イトロっていうのはこれ別の発明なわけですよ。できっかけは確かにイかもしれないけど、ロはロの発明であって、そしてそれはオツさんがした発明なので、この特許を受ける権利はあくまでもオツさんにあるんですね。コウさんにあるわけではないわけですよ。ですから特許を受ける権利を有するものの、まず行為に起因してっていうところを考えれば、行に関してはこのロを炉について真相令の適用は受けられないし、で意に反するとも当然言えないんですよね。自分がした発明を他人が意に反して高知にしちゃったって言うんだったら受けられるけど、これ自分がした発明じゃないからね、炉に関してはだから意に反するもいけないと、ですから結局これは受けられることがあるかというと、まあ、30条2項に今回限定して聞いてますから、意に反するもまあ考えなくていいと思いますが、この枝ですね、×なんですね。で議論があったのが、いわゆる特許を受ける権利の譲渡があって、でそれを考慮したら答えが変わるんじゃないのかっていうちょっと議論があったんですよ当日、で、まあ、衣装法にもまあちょっと似たようなものがあるからっていう意見とかもあったんですけども、ただその衣装とやっぱり場面が違うのが、そもそもこれ伊がなんかコウさんが発表して、でそれを知ってオツさんが改良を加えてみたいなストーリーにしてるじゃないですか。もしじゃあ自分がこの論点をその譲渡のところに持ってくるんであれば、特許を受ける権利を譲渡してっていうね、そのもののところで持ってくるんであれば、この展開にわざわざするかなって思ったんですよ、自分が作るんであればね。だからこれはもう大把握だから出題者のみが知るっていうところになってしまうんでしょうけども、ただ何の論点を聞いてるかっていうことがまず考えられて、でその論点を聞くためにはどういうストーリーにするのかなっていうことがやっぱり読めなければいけないと。でそこまでじゃあ当日に考えられるかっていうと、やっぱりなかなか時間との関係で難しいと思うんですよね。その例えばその初学者の段階でその移転とかそういうことすら、まあやっぱりあんまりこう思い浮かばなかったっていう人が結果往来で会ってたりとかするんですけども、でも逆にそういういろんなことを知ってるからこそ、その例外まで考えると答え変わるよなっていうことがこうね、いろいろその頭の中に巡らせて、まあ皆さんを惑わせると思うんですね。ただやっぱりそのどの部分を聞くときにどういう問題だったかっていう、ある程度自分の中にまあ経験値というかケーススタディというかね、この手の問題っていうのは必ず事例問題で出ますから、その展開、話の展開の中で題はどこにあるのかなっていうことをやっぱり取れる力っていうのは養えると思います。だからそういう勉強をやっぱりこういう30条関係、優先権関係、まあ、分割変更46条の2関係、いわゆる処理系の問題に関しては必要なのかなというふうに考えますね。条文暗記してただけとかテキスト暗記してただけじゃやっぱり解けなくて、やっぱり実践的なその演習っていうものをこの辺の問題というのは必要とするというふうに考えますね。だからまあ難しい問題だったと思いますが、まあ実際 16.7% の正答率なので、非常にやっぱり受験生の皆さんは惑わされたのかなというところですね。はい、で次にですね、10問目の問題です。でこの10問目の問題は、個数問題なんですけども、まあ、実際ね、何がこの問題の中で難しかったのかなっていうところが、まあ、私の予想でしかもなくて、もう本当にあんまり顕著には分からなかったんですよね。どこがこの問題って難しいんだろうっていうふうに思ったんですけども、イの枝はこれよく見るんですよね。要は無効理由を聞いてるだけなので、単純に、だからまあこれに関しては、これまあ丸っていうことで多分皆さんいけたんじゃないかなと思うんですね。で炉もよく出ますよね。放棄って将来項だから権利残ってるので訂正審判請求できるよねっていうところですよね。
で歯だと思うんですよ、私が勝手に思ってるのは。これ39条の2の第3項なんですけども、うん、あの46条の2の特許出願した時にはその通知がいて、通知受けた時に取り下げる場合は相手方の承諾いらないんですよね。だからまあいかなる場合においてもっていうところで、まあ、それを聞いてんのかなというところが、ちょっとその複合問題、条文2つ組み合わせなきゃいけないの でそういう意味でこの歯の枝っていうのがちょっと難しかったのが、これまあ×なんですよね、歯の枝で。2の枝、これもちょっとね難しくて、私はあの無効審判の中で審理終結通知せずに、まあ、審決がされることがあるかっていう問題で、実際じゃあされなかった時に審取りに行ってそれが取り消しの理由になるのかっていうとならないから、そういうところでこれまああるってで丸でもいいんじゃないかなと思ったんですよね最初。だけどいや条文通りなんだっていうふうにまあ言われたわけですよ。で確かにそうだねっていうことで、まあ、条文はまあしなければならないってされてるんだから、まあ、そこは義務なんだっていうことで、この枝も×なんですね。で穂の枝、これはまあ論文でもよく出てくる審判請求書の要旨変更補正のところなんですが、送達前ですよね、副本の送達前にっていうことだから、これは×なんですよね。だから、まあ、間違ってるものはということで正解3個3つっていうことになるんですけども、この問題も、まあ、あの条文のところで、まあ、ちょっと切っていくっていうことで言うと、まあ、その10番のところですよね。さっきまあ2って言いましたけども、その2のところ条文ベースで作ってきているっていうところで、まあ、条文の読み込みっていうところを必要とした問題なのかなと考えています。で次に、実は、特実の13番の問題ですね。で、この13番の問題は正答率がですね、38% なんですね。さっきの問題は 36.7% だったんですけど、今回まあ 38%、まあ同じような問題なんですよね。でこの13番の問題は何を選んでる方が一番多かったかっていうと、2番の2つを選んでる方が多かったんですよ。要は本当は歯に方が3つ正しくて3番が正解なんですけど、だから受験生の中にはこの歯に方のどれかを×にしたっていうことになるじゃないですか。でそうするとですね、まあ私が思うには、2と穂の枝っていうのは、これ2と穂の枝っていうのはちょっと論文とかでもよく出る保証金請求権の問題で、要は保証金請求権って設定登録までの保証なんだから、登録後に特許権の権利行使っていうものは別に妨げられないんだよってことの65条4項ですね。これまあ論文でも出たことがあるような問題なので、2は問題ないんじゃないかなと。で法に関してもいわゆる単に原文新規事項を聞いてるだけなので、それが拒絶権に上がってることぐらいはまあ分かるんじゃないかなと。だから2と穂でここをどちらか×にするってことは考えられず、じゃあ歯なのかな、皆さんが猫迷ったのが歯なのかなっていう感じなんですけど、歯は拒絶理由発見しないときに特許すべき旨の査定をしなければならないと、まあそうなんですけど、その時にですね、理由を伏さなければならないっていうところで、いや拒絶査定するんだったらあれだけど特許査定だったらいらないと思っちゃったんじゃないかな。で条文上これ査定なんですよね、だからまあ言ったら条文の読み込みなんですよ、その辺が。ですからそういうところで、まあ、ちょっと細かさが特許にはあったんです。それが個数問題で出てるから割と難しめで、全体の20分の11しか半分 50% 以上の問題がなかったんじゃないかなと。だからちょっと細かいなっていう問題がやっぱ特実にはあったなというところなんですね。で次に衣装法の6番と7番ちょっと見ていきますね。で衣装法の6番は 23% しか実は正答率がなくてですね、一番選んだのが多かったのが5番だったんですよ、この6番の問題、衣装法6番の問題ね。で衣装法の6番の問題はまず3番が正解なんですけど、3番の問題ってすごく条文の少し細かいことかもしれませんけど、9条の2のところでいわゆるその用紙変更の対象になる欄っていうものが書いてあるわけですよね。
で、あの審査基準の改定がありましたから、部分遺書の欄というのがもうこれからないので、そうすると遺書にかかる物品の欄、遺書にかかる物品の説明の欄、遺書の説明の欄というのがいわゆるその実態的な内容になるので、そこの補正がいわゆる用紙変更の対象になるわけですよね。でそれ以外の書士的なところっていうのは用紙変更の対象にならないんだっていうところの条文の読み方、9条の2の括弧書きのところ、これがいわゆるその3番の問題の題だったということなんです。で3番の問題はだからされることはないので丸なんですよね。でこれを例えば×にしてしまったために5番を選ばざるを得なかったってことになるので、そうするとやっぱり、まあ、遺書法のそのところの3番、この6番の3番の枝っていうのは少し条文の読み方っていうところかなというのが見えるかと思います。で5番の問題は、あの補正後の遺書について新たな遺書登録すがをすることはできないってありますよね。でこれなんでこれを17条の3の真すがんというふうに決めつけてしまったのかなと、これを選んだってことは多分17条の3をイメージしたんだと思うんですよね。で特許法でもかつて新たな出願とかって言って分割じゃないことを考えさせる問題が過去あったんですけども、その遺書法は特にこれ引っかかっちゃ本当はいけないんですよ。でどういう方が多分引っかからなくて、どういう方が引っかかったかなということをちょっと推測してみたんですけども、あの補正却下後に取りうる措置って遺書法の論文の問題では割とメジャーなんですね。補正却下後に取りうる措置について述べようっていう問題は割と遺書法では出るんです。でそのチェックリストを皆さんが挙げるリストとしては、まあ、まず検討して、で不服であれば不服審判をして、で不服じゃないけど補正後の遺書で取りたければ17条の3をして、で、まあ、あの期間内に再あの時間、期間許せば再補正をして、まあ、放棄放置取り下げっていうことを今5つ挙げたんですけど、1個わざと私抜かしたんですね。1つは単なる別出願なんですよ。単なる別出願、遺書法はあの特にその公開制度っていうものがないので、特許法と違って新規性さえ担保されてれば普通に出願して取れるよってこともあり得るんですよね。ですから、まあ、もちろんその時期によりますけどね、その状態によりますけど、だから補正後の真出願しか論文で書かないっていう、自分だったら書かなかったなっていう方は多分この問題を17条の3に決めつけてしまったかなと思うんです。だから逆に私とかやっぱり逆に論文の方でいっぱいそういうのを見てる人間からすると、新たな補正後の遺書についての新たな出願と言われても直ちに17条の3には持っていかないんですよ。だからその辺がやっぱり論文の勉強をしてきたかどうかっていうことに関してもちょっと影響してきてしまった問題かなというふうに思ってます。まあ細かいんですけどね、その辺で聞かれ方って。だから遺書法はさっきちょっとその問われ方っていうところで難があるっていう話をしましたけども、まあ、一つはここですよね、問われ方のところ。でもう一つは私実は自分も引っかかってしまったんですけど、遺書法の7番の問題で、あの9条の問題なんですけど、直書きのところで9条の該当性のみを判断し他の登録要件は考慮しないこととするって書いてるんですよ。でこれ9条に限定しなければ答え変わるんですよ。3条の2とかで拒絶になるケースがあるので答え変わっちゃうんですよ。で私うっかりしてて、自分であの解くじゃないですか、あの速報会に向けてね。でその時にこれ3条の2だから受けることができない、井の枝丸でしょみたいな感じで間違っちゃったんですよね、自分で解いた時に。で多分受験生の方もこれやってんじゃないのってあの講師館でお話をしてたら、案の定やっぱりこれ 29% なんですよね、正答率が。で一つ一つこれ9条どうって見た時には難しくない問題なのに、正答率がこんなに低いっていうのは異常なので、多分その9条に絞ってない、要は問われ方のちょっと難しさが影響したのかなと思います。で試験の先生方ってね、任期があって、まあ、2年任期なんですけど、だいたいその遺書法は特に長いんですよね、1回つくと。でも今年こういうちょっと変わった感じできたので、まあ、作文の先生がちょっと変わったのかな、論文もちょっと怖いなっていうふうに思ってるんですけども、まあ、そういう感じですよね、遺書法に関しては。そこがやっぱり正答率の問題なのかなと思ってます。だから遺書法に関してはね、他の問題の正答率がぐんと高くて 91% の問題とか 80% の問題とかっていうのが結構ザラなんですよ、他の枝に関しては。
でこれだけやっぱりちょっと極端なのは、今言ったように問われ方のところでちょっと引っ掛けられちゃったっていう人が多かったのかなと思うので、ベーシックなところから出てるってことは確かかと思うので、あまり奇抜な勉強はいらないかなと。ただ今度は審査基準の改定がありますから、十分にそこはやっぱり対応していかなければ、次の試験ではもろ影響しますので、今回まあ影響しなかったけどね、次の試験ではもろ影響しますから、そこをちゃんと十分に対応していかないと、医商法以外に足すくわれるよっていうのは来年の試験では予想されることかと思います。で、最後にちょっと商標法の2問もお話をしておきますね。2番と4番を選びました。で、2番の問題、これまあ嫌いな人は嫌いな問題なんですけども、商品役務の問題の正しいものはどれかなんですよ。で、ただですね、いくつあるか問題にしてくれな、されなかっただけでも本当はマシなんだけど、それでもやっぱり 40% ちょっとぐらい、43% ぐらいかな、なんですよね。だからそんなに簡単ではなかったのかなっていうところなんですね。で、正解が3番なんで、まあ、3番が正しいんですよ。で、3番のそのハンバーガー店が常時持ち帰り用として提供するハンバーガー等の、料理は、商標法上の商品と言えるがと、まあ、要はマクドナルドに行きました、テイクアウトお願いします。で、テイクアウトで買ったそのハンバーガーの包み紙とかにマクドナルドのマークがついている。で、それがいわゆる商品ハンバーガーについての使用になりますよね。で、よく言うのが、中で提供される料理っていうのは役務の提供にかかるものの、使用になるので商品じゃないんだよねっていう話だったじゃないですか。で、今回はちょっと微妙なんですけど、微妙な書き方をしてるんですが、料亭が常連客に頼まれて特別に持ち帰ることができるよう用意した料理なんですよ。つまり中で食べるわけでもないんだけど、ただ商品を流通させてるわけじゃないでしょ、取引の対象としてるわけじゃないんですよ。その人が中で食べるか持ち帰って家で食べるかの違いなんですよね。で、しかもこれを、まあ、いわゆる、ね、サービスとしてやってるわけだから、そういう役務の内容としてやってるわけだから、これは商品とは言えない丸なんですね。これ新しいパターンですごい難しかったと思うんだけど、商品とはっていうところのいわゆる定義ですよね。独立取引性があるか、流通するものなのかってことです。この枝で特に念押ししてるのがね、頼まれて特別に持ち帰るって言ってるんですよ。これ流通してるとは言えないですよね。独立して取引の対象となってるって、流通してる商品とは言えないですよね。だからこの枝は商品と言えない丸なんですね。で、もし他の枝が簡単であれば、多分消去法で切って3番しかないよねってことで丸で選べたと思うんだけど、多分もう一つやっぱり難しい枝があったので3番を選べなかったのかなと思うんですね。で、考えたのがおそらく4番かなっていうふうにちょっと考えていて、4番、役務の内容ですよね。で、まあ他人のために行う労務または便益であって、独立して商取引の目的たりうべきものを言うと一般に定義されるので、この定義は合ってます。で、後ろなんですが、ボランティア等の無償の奉仕活動も商標法上の役務に含まれる。これ×なんですね。ボランティア等の無償の奉仕活動、これは商取引じゃないですよね。商取引の目的ではないですよね。ですからこの定義に合うかどうかっていうところで本当は判断してもらいたくて、で、しかもこの定義のところでわざわざ定義を書いてくれてるんで、これがなかったらすごい難しいなと思うんですけど、定義を書いてくれてるので、商標今日ポイントを言いましたけど、やっぱり理解を前提としてるんですよ。ちゃんと商品の性質とか役務の性質とかの理解をやっぱり前提としている。ちょっとだから論文的なんですけども、そういうところの難易度の高さを感じた問題ですね。で、最後に商標法4番の問題、防護の問題です。で、この防護の問題は先ほどちらっと言いましたけど、正しいもの全部で5番が正解なんですね。で、商標理解っていうのはこの感じなんですけど、まず防護ってどんなものなのっていうことの性質をとことん聞いてきてる問題だと思う。
まず意の枝は従属性ですよ。66条防護って元の商標権ありきだからくっついていくし一緒に消滅するし分割したら消滅するよねっていう従属性は防護の性質がもろ出てる条文なんですよね、うん、で炉の枝これも地団の場合は地団のその団体自身は使ってない可能性がありますよね。もともと構成員の使用意思を問題とするわけだから別に団体使ってなくてもいいわけですよ。ですから使うとしたらやっぱり構成員で著名にするってことが普通に考えられるわけだからそれは受けることができるに決まってるじゃん知らなくてもね。で丸っていうふうにしてほしかった問題なんですね。で次に葉の枝ですね。これもちょっと条文にあるかないかっていうとズバリの問題はないんだけども今ね、世の中にいっぱい登録商標あるんだけど指定商品1個だけで登録してるものって多分ほとんどないんですよ。でむしろ1つの区分の中にいくら商品益務書いても値段変わらないんで商標登録って1つの区分の中にいっぱい書く人多いんですよね。で防護を受けるっていうことになると当然いろんなことに使うからこそ著名にできるわけだからやっぱりそのハウスマークなんかが多いようにですね指定商品の数って多いわけですよ。ちょっと広めに書くわけですよね。でその中の全部について混同の恐れがないといけないってなるとこれ防護ほとんどどの商標にも取れないですよね。だからその防護の性質っていうところでそんなわけないっていうふうに知らなくても本当は解けてほしいかなっていう問題これが葉の枝ですね。で二の枝これは除斥期間の適用がないよってことなんですけど防護ってそもそも使わないじゃないですか。自分使わないけど他人に使わせたくないときに防護って取りますよね、うん、で除斥期間の趣旨って何ですかっていうところなんです。これ題がおそらく出題したかった題これをなんで選んだかっていうとそこなんですよ。除斥期間って登録から5年経過しても無効にできないよっていう条文ですよね。でもそれっていうのは5年も経過したらもしかしたら新たな信用が加担してるかもしれないでその現状のところを守る方が先決だっていうのが除斥期間の、まあ、いわゆる、ね、前提にある趣旨ですよね。でも防護って使わないのに、うん、使わないのにそれ合わないじゃないですか趣旨に信用を固定してるわけないですよね新たな信用っていう。ですからそもそもその除斥期間があるわけないよね使わないんだからっていうところもあるので防護のところは、まあ、ここの趣旨のところで47条を排除してもらえればと思いますね。で最後の穂の枝これもまあそういうところではそうなんですけども分割納付制度ですね。分割納付制度これはまあ分割納付制度の趣旨、まあ、なぜこういう制度があるのかっていうことの理由なんですけど分割納付制度っていうのはもしかしたら10年も使わないかもしれないと、うん、ライフサイクルが短い商品なんかだったら10年も継続して使わないかもしれないからとりあえずまあ5年持たせようと。でさらにやっぱりもうちょっと長く使うっていう時に後半分も払って維持しようっていうことのそういうこう機会を与える見直しの機会を与えることができる制度なんですよね。でも防護って使わないじゃないですか何度も言いますけどもともと自分使わないけど他人も使わせたくないっていう時に、まあ、都合のいい制度なんですよね。著名商標に与えられた特権ですよ。だから分割の趣旨そもそも合わないのでだからそういうのないよねっていうことでこれは丸としてもらいたい。からこれは全部まあ順用不順用だったりあるなしっていうところを聞いた防護の問題なんだけどもその背後は単に暗記ではあるなしあるなしっていうふうに答えるのはもう限界がありますよ絶対に、うん、そんなもうどの法規もそうなんだけど順用不順用っていうのはやっぱりベースに理解しててこれなんで順用してんのしてないのっていうところを考えていくことが大事で暗記でなんとかなるものじゃないんですね。ですからこの防護の問題っていうのは確かに難易度が高くて、まあ、40% 切っているんですけど正答率だけど本当言うと解ける人は解けるタイプの問題で皆さんの暗記量を減らせる本当は問題なんですよね、うん、はい。で、まあ、こんな感じで商標はですねやっぱり理解を問われた時にできる人とできない人がやっぱりこうパカッて分かれる法域なので難しいんだとやっぱ思うんですよね私も、うん、難しい法域なんだと思うんです。だけども
一回ちゃんと理解してしまえば裏切らない法域でもあるので、それもパリと一緒ですよ。パリもそうでしょ。 PCT と違って一回理解してマスターしちゃうとパリって結構コンスタントに取れるんですよね、点数が。でも PCT はもう右から聞いた左から忘れるみたいなのが普通ですから、うん、長持ちしないんですよ PCT はね。だけど商標はどちらかというとパリに近いですね。理解してちゃんと防護の性質とか商品役務の性質とか、もうとことん今の試験員はそこついてきますから、そういうところができないと逆に今度論文絶対できないので、そこはつながっていける法域だと思いますから、そういうことをちょっと意識してね、されたらいいかなと思います。なので、まあ、ちょっと最後にまとめますと、特実はとにかく条文読みましょうと、ね、ベースで細かいところまで読みましょうと。で、意匠に関しては問われ方気をつけさえすれば大したことないよと。ただ来年に関しては改定が大きいので、影響が大きいので、審査基準の改定しっかりやりましょうねと。で、商標に関しては理解が前提となる問題が例年出ていますので、きちんと一つ一つに腰を据えて理解をしながら解いていきましょうねということですね。なので、まあ、これで私の方は以上としたいと思います。でもし何か単路一期コース一期合格コースの方で、まあ、何かこうご質問とかあれば、まあ、レクの方でもいいですし、私まだちょっと残っているので、ご質問ご相談受けたまりますから、お声掛けいただければと思います。はい、では、今日の講義はこれで以上となります。皆さんお疲れ様でした。